契約解除。はい、こんにちは、レトスノーノです。今回は、契約解除と原状回復義務について解説します。もう今回もね、基本的な内容で、初めて勉強される方とか、勉強したけどもまだ全然、理解が、ない方、全然ね、予想模試とか過去問解いても解けない方用の、内容になってきますんで、もうある程度もう勉強されている方にはちょっとね、物足りない内容かなと思います。まあ基本的なことのね、復習として、お使いいただければと思います。まず契約解除っていうのはどういうものかっていうと、ちゃんとね、契約したはいいけども、後々になって、契約したことなかったことにしてくださいというふうに、初めからなかったことにすることを契約解除。まあイメージされている内容でいいです。おそらくね、あなたが契約解除するってなったらある程度イメージあるじゃないですか。そのイメージで、大丈夫です。じゃあどんな場合に、解除できるんですかっていうと、まあ、大きく分けると2つ、このぐらいまずは覚えておきましょう。履行遅滞の場合と履行不能の場合。履行遅滞っていうのは約束したけれども、その約束の、期日までに間に合わなかった、約束の期日を守らなかったっていうイメージですね。例えば、私が土地を持ってました。で、あなたに土地を売りました。で、例えばですよ、10月10日に引き渡しをしますと。で、その引き渡しと同時に代金をもらいますというような約束をしました。で、10月10日にもなったにもかかわらず、私がね、その土地を引き渡すことができなかったと。で、これが履行遅滞ですね。10月の10日を過ぎちゃったっていう状況が履行遅滞っていう状況です。約束の期限を守れなかった、あなたはね、ちゃんとお金を用意していたっていう状況ですよ。で、この場合に契約解除できるんですけども、今のような履行遅滞の場合っていうのは一回ね、催告してください。催告っていうのは、なんていうのかな。ちょっと、猶予を与えますよ。もう一回チャンス与えますよ。だからその期間に引き渡ししてくださいよ。っていうふうに、チャンスを与えてあげること。これ催告するって言うんですね。で、今回の場合で言うと、あなたは私に対して、例えば、一週間時間を与えるから、その間に引き渡しちゃんとしてくださいね。っていうことが催告ですね。で、その催告したにもかかわらず1週間経っちゃったと。そうなったら、じゃあ契約解除っていうことができますよと。で、契約解除っていうのはちょっとここに書いてないんですけども、一方的にできます。相手の私の承諾ってもういらないんですね。解除権を持ったあなたはもう解除しますって言ったら、もうそれでもう解除は成立します。で、後々話すんですけども、解除したらもう撤回できないんですね。だから一回解除しました。で、その後、いや解除したけどもそれやっぱなしにしてくださいって、これはできませんよと、まあ、いう話です。で、解除できる場合についてもう一つあるんですけども、履行不能の場合。今ね、土地の話したんですけども、建物の方が分かりやすいんで、建物を売りましたっていうふうにちょっと考えましょう。で、建物を売りました。で、売買契約したのは10月1日で、10月10日に引き渡しをして、それと同時に私はお金をもらうっていう約束をしました。で、10月1日に契約したはいいものの、10月5日に火事になって燃えちゃいました。私がね、部屋の中でタバコ吸ってて、そのタバコの不始末で火事になっちゃって、もう建物が全焼しちゃいました。そうするともう私は履行することできないですよね。履行っていうのは約束を果たすことなんで、私は建物をもう引き渡すことができなくなっちゃってるんですよね。もう建物もう燃えちゃってるんで、ないんで。そんな場合っていうのは、もう催告しても意味ないじゃないですか。そうですよね。だって、催告して、じゃあ1週間待ちますんで、引き渡してくださいって言っても、もう建物自体ないから引き渡すことができないんで。だから、まあ、履行不能ですよね。だそういった場合って、もう催告しても意味がないから、もう催告はしなくてもいいよ。もうすぐに解除することができるんだよ、という話です。これも今言ったように、解除したら、一回解除しちゃったら撤回できませんよ。まあ、履行不能の場合はね、もう解除するに決まってると思うんですけども、撤回をする必要はないですよね。だからこっちの場合とは撤回する可能性もあるけども、一回解除っていう意思表示をね、解除させてくださいっても言っちゃったら撤回できませんよっていうところです。で、じゃあ解除したらどうなるんですかっていう話です。テキストとかにはね、解除の効果っていうふうに書いてあるかもしれないですね。
まあ、解除の効果ってどういうことかっていうと、解除したらじゃあどうなるの、どういう効力があるのっていう話なんですけども、解除すると原状回復義務が発生してきます。例えば建物の売買について考えてみます。契約をして引き渡しと同時に、例えばですよ、代金の半分だけもらえます。例えば2000万円の建物を売りましたと。で、引き渡しと同時に1000万円だけもらって、じゃあ半年後に、さらにね、プラス1000万くださいというふうな約束をしたと仮定しましょう。で、引き渡しの時に建物引き渡しますよね。私が建物引き渡して1000万円もらいました。で、半年経ちました。で、1000万円くださいって言っても、いやまだちょっと待ってくださいよっていうので、期限に支払えなかった、この状況ですね。履行地帯の状況です、あなたは。で、じゃあ1週間待ちますんで、1週間以内に払ってくださいねって言って、催告をしました。で、結局は払ってもらえませんでした。じゃあ契約解除ですって言って私が言うわけです。じゃあ契約解除してくださいって言うとどうなるかっていうと、私は代金1000万円を返す義務があります。この原状回復っていうのは元の状況に戻すっていうことですね。いわゆる契約をなかったことにするんで、契約前の状況に戻すわけだから、私は代金1000万円もらってるから、それを返すっていう、これが原状回復義務、私の原状回復義務です。一方、あなたは建物引き渡し受けてますよね。だからその建物を私に返す、これがあなたが持つ原状回復義務です。これを行うっていう、そういった義務が発生するんだよ。で、これも同時履行の関係にあります。これは同時履行の関係にあります。この同時履行っていうのは、同じ時期に履行するんだよっていうふうに書くんですね。同時履行を。同じ時期に履行する。いわゆる約束を果たす。履行は約束を果たすってことですよね。約束を果たす。つまり、今で言う約束っていうのは何かっていうと、私は代金を払う。もう、お金を返す、あなたは建物を返す、これを同時に行うんだよっていう風な関係にあるんだ、あるっていうことなんですね。で、もし私が代金1000万円を返さないのであれば、あなたは建物を引き渡さなくていいんです。これ同時履行の抗弁権っていう言い方をします。抗弁権、対抗する権利っていう意味ですね。対抗する権利、返さないなら、お金返してくれないなら建物返しませんよってあなたが言う。逆に、あなたが建物を返さないのであれば、じゃあ私は、お金返しませんよっていう私は権利あるんですね。だから私にも同時履行の抗弁権あるし、あなたにも同時履行の抗弁権があるっていう状況になるわけです。これもね、よくね、テストに出てきます。で、私の、代金の返還義務代金を返す義務なんで、代金の返還義務と、あなたが持つ建物の返還義務っていうのは同時履行の関係にありますよっていうふうな言い方をね、法律上するんで、これもね、一緒に覚えていただくといいと思います。効率的な勉強して短期間で無駄なく楽に合格したいあなたへ、レトスは個別指導を行っております。ぜひ今すぐ右上のボタン、もしくは下の概要欄から詳細をご覧ください。またチャンネル登録や毎日3問過去問を分かりやすく解説したメルマガも下から無料でご登録いただけます。試験勉強に役立てて、次の試験で絶対宅建合格しましょう。